よん。はいはい。準備。でテロップ入れた。まさに本当に準備する。はいよ。まあ、メイクだけなんだけどね。もうあとは準備終わったから。本当にメイクと髪の毛ちょっとぐらいですね。やばい、ちょっと終わってる顔眉毛だけで、ね、だいぶ印象変わるからね。ね、眉毛ね、真ん中しかないんですよ。左右ないの。このここだけあるの。こことここがないの。薄いって言ったらいいの？両側、両脇。豆柴みたいってリオちゃんに言われたことある。へー。豆柴？なんかね、なんかの犬の名前言われたんだよね。確かに左右なくて慣れてるのって、まあちょっと違う。あんまメイク配信ってしないもんね。じゃあ涙袋も描いてよ。見てただけど、ここの辺りが涙袋。みんなにね、涙袋結構あるねって言われるんですよ。嬉しい。自分ではそんなにないと思ってたから、結構あるじゃん。あとね、最近涙袋を大きくするメイクを少しだけ研究しました。大きい子って結構ね可愛く見えるんで、可愛く見えるんだって。だからそう、ちょっとね大きくするメイクを、ね、してます。こんにちは。眉毛だけ描きました。描きました。アイシャドウ塗っていきます。茶色系のアイシャドウ。そうそうそう、ほら涙袋爆誕爆誕なんかその普通にこうやってちょっとだけこうやってやった時にできるのが、あの本当の綺麗な涙袋になるらしいですよ。女の子はね欲しいんだよ。なんかね、言葉だけ聞くとみんな多分顔を変えたのかって疑うかもしれないんだけど、本当に違くて、年齢重ねるうちに二重が広がっていくんですなんかさ、言葉だけ言うとさ整形したみたいに言われるかもしれないけど、本当に違くて、涙、その涙じゃないわ、
二重に線がねどんどん上に重なっていくんですよ。そう、言葉聞くと多分ね、そう、なんかね少しずつね広がっていってるの今。あとね、あとをこうやってね自分でつけて綺麗な二重にしたい。こうやってねちょっとだけあとつけて、で反対側もねちょっとだけあとつけたら、その二重幅にまでなってきてる。こっち側もそう。言葉だけ聞くとめっちゃ誤解されそうだけど、いや本当にそうなんよ。なんかね少しずつ少しずつうっすらうっすら線が入ってきてはっきりしていくみたいな。年齢を重ねるほど生きてない。確かにね、そうね。でもなんかちょうど10代今その超10その13歳ぐらいからかな。それに気づいた。死ぬ。そうしてはいないんだけどね。ああ確かにそれはそうかも。しわ、いや そうねそうかもね。唯一家族の中で花粉症じゃない私が花粉症になっちゃったらどうしよう。言うてそんなねくしゃみ出ないから花粉症じゃないかもって思ってるんだよね、まだ。そう、そんなに咳出ない。咳というかくしゃみか、たまにだ、たまにだね。マジひどい人ってさかわいそうよね。目とか腫れちゃったりとかもするし。逆に年齢重ねるうちに花粉症で治る人もいるんですって。うん、そう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 、メイクの勉強にもなります。何分ぐらいで完成予定ですか？そんな時間かからないから、でもあと10分くらいじゃない多分だけど。今リップがね当たってた。あずみにもらったやつ使ってる。マジこの色いい。あずみありがとう、感謝。この色は本当に可愛い。好き。うん。うん。理想的とかあるの？くしゃみに？マジ？嬉しい、嬉しい、うん、嬉しいの。理想って言われるとちょっと嬉しいよね。うん、やたらって。あーリップとかね。ファンレイさんありがとう。ナピ沼に引きずり込まれてる気がする。あらら、もうすでにハマってるのでは。それはもしやもう引きずり込まれている前にもうねすでにハマっているのではないでしょうか。ゆずききさんいいですよ、もっともっとハマっても。じゃん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 、はいどんと、
はい、もうしょい。うん。こら、ルートさん。なんてこと言うの？例のゲーム？バイキンのことかな？やばい、ダメだ。ずっとバイキンって言ってる。バイライなのにね。ごめんね。癖。ハマったらね、もうね、抜け出せないんですよ。私の沼は残念ながら抜け出せません。そういう仕組みになっているんです。そんなはずはないと思っている。自信がなく持てなくなってきた。そんなはずはないだろう。大丈夫、もうすでにノーピノマにハマっているから。そんなことないと思ってももうハマっているんだ。お前はもうハマっている。お前はもう死んでいるみたいな。ごめんごめん。いや、そう、底なしだからね、マジで。宇宙まで届くもん、底なしだから。宇宙って無重力じゃん。無重力。宇宙も未来も限りない、可能性無限大、見えない壁を作らないで。パピピピピポポポロマンチック、パピピピピポポポコスモチック。頭に、あ、よくわかったね、北斗の拳。イエーイ、嬉しい。北斗の拳最近わからない方がね、増えてきてるからね、話し合う人嬉しい。北斗の拳で、あー、たた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 、終わったー。マジ好き。ナーピーがケンシロで、ハハピーがラオウで。あ、ルートさんひどいな。ん？なぜあなたが知っているかなぞ。あー、なんかね、親の影響もあるかも。親の影響もあるけど、なんかね、その親が言って好きになるか好きにならないかはノアピの問題なんだよね。それですごい好きになったから、そう、ちょっとしたね、小ネタでお母さんが言ってたんですよ、たまに。これはなんかネタとして使えるよとか言われて、へーって。なんかね、聞いてるとすごい面白いから好きになっちゃってた、いつの間にか。だからノーピのことはいつの間にか好きになってるように、私も北斗の拳のことが、北斗の拳が、そう、いつの間にか好きになってた。そうなの。うん、漫画とかはね、特にないんですよ。あびし。ここかな？ここかな？いやー、いいよね、北斗の拳。なんかね、漫画も持ってないし、別にその、なんだろう、すごいたくさんの動画を見たってわけでもなく、なんとなくお母さんが話してくれて、それでなんか、あ、そのあらすじとかも分かったりするし、その何、なんかそういう感じだよね。すっごい細かく、なんだろう、これはここで、ここのシーンがここだからこうだよねみたいな風に言われると、あ、なんかなんとなくわかるかもで終わっちゃうの。でもなんとなく、そのなんとなくわかる、全部イリエブ。あら、まあ嬉しい。
うん、四つん倒しちゃうかもしれない。ジャギだったらね。ジャギ、もしかしたら倒せちゃうかもしれない。倒せちゃう。ケンシロウだったら倒せるね。誰でも倒せるじゃん。誰でもってわけじゃないか。結構な人倒せる。お疲れ様です。はい、終わりました。私の名を言ってみろいやー、いろんなネタから、うん、倒されるの怖いので、逆に倒しちゃうぞ。逃げ出したらより被害が大きいよ。逃げ出そうとした方にはマジ逃げられないからね。私の石兵八人の罠で絶対に逃げられないようになってるから無理だ。ぴょーん、ごめんねごめんね。できた。まあ可愛いんじゃない。うまくできたかな。まあ可愛いんじゃない。自分で言うのもあれだけど、いいのかな。うん、サラピさんのこと。サラピさんはサラピさんね。そうだよ、いろんな要素が詰まっている方ですからね。うん、ノーピー沼にハマっているとノーピー様に助けてもらえるのか。そうだよ、コウメインの子孫。ご想像にお任せいたします。頭に浮かんだこと全部やっちゃおう。パピピプペポパポロマンチック、パピピプペポコスマチック、想像力から始まる。今チチチチ、今イマジネーション。チャ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 、そういう歌があるんです。ツインクル、スターツインクル、ウィーヒュアっていうね、エンディングソングなんですけど。夜空の宇宙を覗いてみよう。ピュー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 。大きな世界にただ一人、私という星がよく見える。宇宙も未来も限りない、可能性無限大、見えない壁を作らないで。ルーム変えないで。なんでその私の元から去ろうとするの。泣く。そんなことしようとしてるのなら泣く、マジ泣く、泣いちゃう。泣いて私が悲しめばいいと思ってるんだ。それでそこから私がこれからどんどんどんな風になっても知らないからね。全然言葉が思いつかなかった。ヒスコーブやろうとしたけど何かヒスコーブって流行ってるの最近。わからないけど、お疲れ様です。
よくわからないけど。おはよう。あんまマイナスすぎること言うとさ、また良くないからね。言わないけど。ハピが可愛い。嬉しい。ミミさん優しい。おりちゃんありがとう。みんな元気？嬉しい。元気だよ。元気だよ。元気だよ。元気でいたい。どん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 変わってて、元気でいたいわ。やばい。でも本当に元気でいたい私。元気が一番だからね。そう、元気でいたいよ本当に。みんなも元気でいてね。私がたとえ元気じゃなくなったとしても、それがね、みんなにね、中身40代って言われるんだよね。でも本当にそれぐらい、マジそのぐらい、そうなんよ。95でしょって。70よりも超えたもん私。やばすぎ。私ね、本当にね、マジ昭和生まれの人みたいなって言われるんです。わーお。どん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 年上になっていくじゃん。私よりも年上か。マジ。まあなんかお姉さん感があるってことはまあいいことだけど、そのなんだろう、お姉さんじゃなくない。奇跡の95歳。待って、本当にそういうイメージつくからさ、やばいって。せめて40代がいいよ。まだ40代がいいよ私。おばあさんかはちょっとまだいいかな。いやいやいや、私まだお姉さんよ。お姉さんというよりもまだ子供よ、みんなからしたら。一応14なんだから、公式で発表してんのね。え、この言い方するとまた公式ではでしょって言われるの。あー、ドロン。明治生まれ。どん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 年老いてるよ私。やばでしょだよね。ねえ、伸びしろがね、もう無心球体でしょ。本当にその通り。ベテランです。ありがとう。人生2周目、あ、確かにね。うん、人生2周目だとありえるかもしれないね。うん、山あり谷あり。人生は何ですか。人生、フランスではなく、ドイツで暮らしてました。うん、確か。ドイツで暮らしてました。え。待って、私さ、もうやめよう、この前世の話。前世の話やめよう。
前世13周目なんだよ、ちょっと覚えてないんですよね。そう、ジェルマニーに住んでた気がしなくもない。私ね、ジェルマニーにはね何とか住んでるんですよ、人生繰り返して。そうだから、まあ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 、ドイツ語、何だったかな、ちょっと忘れてたな。シュナイダー先生、そんなそんな、やばいやばい。うん、あら嬉しい、14歳に思えない、やった、美しい、やったね、あののじさん。I am 16 going on 17 da 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 あれも確かね、ドイツだったっけ。多分そう、そんな気がする、そんな感じだった。うん。すごいな、もういろいろといろいろと話がさ、どん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 飛び交っていってるんだけど。昔の映画見た、昔の映画って言ったらママミアとかなのかな。ママミア Here I go again My my da 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 ママミア Here I go again My my これとか古いって言われるのこれ。ダダダダダシクイーンやれてよ、マニーマニーマニー Always sunny It's the rich best world One money 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 Always sunny It's the rich best world Money 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 Always sunny It's the rich best world Money そうそうそう、アバさん、アバさん、アバ、うん、これをいやいやいやできることならやめてやめて、そのなんかちょっとあの闇金みたいなだね、そんな感じで古いのも知ってるっぽいです。私は古いのかな、本当にこれ古い意味全然感じないんだよね、ずっと自分の中で流行ってるから。よりハニハニオーバーキューミーハニハニトゥ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 、これめっちゃ好きなの、めっちゃ可愛いよね。ハニハニオーバーキューミーハニハニアナナ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 ナもうね好き、ハニーハニー、あの可愛いんですよ本当に。あとねこれおすすめ、ちょっとね海で歌うやつなんですけど、
出てくるかな、出てくるかな。いや出てこないか。どうやって出てくる？なんていう曲だっけあれ？忘れちゃったな。曲名を忘れた。いやいやいや、全然。その歌でやったら出てくるかな。一番最初にね、アマモニア歌って調べるとハニーハニーが出てくる。で次がマニマニマニーが出てきて、ママミーアダンシングクイーン。あ、レイオレイオラブアンミーかな、これかな。あ、これだね絶対。私ねこれね聞いてて好きなのよ。なんかね、あの恋人とちょっとね歌ってるんだけど、調べたら出てくるよすぐに。Lay all your love on me。 Sing all the answers。 Lay all your love on me。 Now with another answer。 Lay all your love on me。 Lay all your love on me。っていう曲名。今調べたら出てくる。なんか聞いたらね、あのちょっとハマる。なんかね聞いたらずっとね音楽ずっとね返しちゃう、ここの頭の中で。途中でね歌詞で言ってる。そうデビッドさんその通り。それ。マジそっき。なんか聞いたらめっちゃハマる。Don't go wasting all your emotion。 Lay all your love on me。 If I'm not there, then I still need to talk。 I didn't fall down, I smiled and I was stuck。 I feel kind of good。ダダ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 ダ。日本語の意味は私まだ全然調べたことないんですよ。で英語で聞いててなんかこうすんなり入ってきたっていう曲です。うん、知らないか。いやそうみんなね知らないんです。大丈夫、またね共感できるようにみんなぜひぜひ聞いてください。ではね終わりたいと思います。そう
いろんなね、その昔の曲もね、そう好きだから、いやね、分かる人はね、珍しいと思う。そのなんだろう、みんな世代でも分からない方もいるから、そうしょうがない。うん、知らなくても今まで生きてきました。いや、生きてこれるんよ。やった、生きたね、来れるん。みんな若いからね。そう、私も若いんだよ。私も若いんだけどね。そう。だからまあちょっとね、変なところもあるかもしれないけど、では終わりたいと思います。14なので、では行きます。 CTM is all for the sound. ありがとうございます。 TM is mini さん、ありがとう。 TM is elabe さん、ありがとうございます。 TM is horichan さん、ありがとう。 TM is time for you さん、ありがとうございます。 8 is ari さん、 thank you very much。 7 is nakuchan さん、ありがとうございます。で、おりちゃんさん、ありがとう。フィットイズマイキさん、ありがとう。フォーディズリョックさん、ありがとうございます。セディユユズキチさん、ありがとう。セカンディヤスクさん、ありがとうございます。フィットイズピッピトマトさん、ありがとう。ありがとうございます。ということで、本日も配信ありがとうございました。おめでとうおじい。はい、ではナビちゃんもね、これからちょっとね、用事があるので、すいませんね。バイバイ、またね、ありがとう、ありがとうね、いってらっしゃい、行ってきます。それではごきげんよう。